眠れずに泣いていたんだろう。彼からの電話待ち続けて、テーブルの向こうで君は笑うけど、瞳縁取る悲しみの影。息が詰まるほど人波に押されて、夕暮れ電車でアパートへ帰る。ただ週末のわずかな彼と受け取ってほしい。